優勝戦1号艇中川選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今節の船足特徴を教えてください。はい、全体的に足は良くて、伸びを中心にいいと思います。伸びを中心ですね。はい、はい、じゃあ今節のスタートはいかがですか。スタートはすごく気をつけているので、うん、早いスタートは行かないようにしてるんですけど、明日は、いいスタート行きたいです。いいスタートですね。はい、はい、明日は1号艇ですが、はい、いかがでしょうか。初めてなので、はい、すごくちょっと緊張するかなと思うんですけど、もうエンジンがすごくいいので、はい、自信を持っていきます。はい、わかりました。はい、では最後にファンの皆様に体で表現してください。頑張ります。はい、期待してます。優勝戦2号艇細川選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では今節の船足特徴などを教えてください。バランスが取れてどっちもいいかなと思います。じゃあ今節スタートとかはどうですか。問題はそこだけですね。もうスタートだけってことですね。はい、で2号艇になりますけどコースはどうですか。よっぽどピット離れがずらない限りは2コースから行きたいと思います。2コースは好きですか。特に嫌いなコースがないので、何でもいいかなって感じです。何でもいい、どこからでも行けますね。どこでもいいです。はい、じゃあ最後にファンの皆様に意気込みをよろしくお願いします。せっかく優勝戦乗れたので優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、期待してます。ありがとうございます。優勝戦3号艇渡辺選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。では今節の船足特徴を教えてください。はい、徐々にプロペラが合ってきて、はい、今日は抜群に仕上がりました。やっぱり最初に比べて日に日に良くなってる感じがありますか。そうですね、微調整がすごく効いてて、かなり良くなってます。タイムもいいタイムが出てますもんね。はい、びっくりしました。じゃあ今節のスタートはどうですか。スタートもしっかり集中して、足はもう何度も失敗してきてるんで、失敗のないようにしっかり集中して全速でいけてます。わかりました。はい、明日は3号艇ですが、3号艇はどうですか、好きですか。はい、好きです。はい、じゃあ初めて3号艇から優勝を 狙いますね。はい、この間2号艇で優勝できたんで次は3号艇で優勝します。はい、じゃあ最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、一層集中して全力出し切って優勝します。応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。優勝戦4号艇川野選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それでは今節の船足特徴を教えてください。船足は、出足、周り足中心にはいいと思います。はい、スタートはいかがですか。ちょっとスタートはもう初日からちょっと行き足が不安定で、ちょっとうまく決めれてないですね。はい、じゃあ優勝戦は4号艇ですがコースはどうですか。はい、コースはピット離れ出ない限りは4コースから行きたいと思います。はい、はい、4コースは好きですか。4コースは、割と好きな方だと思います。はい、それではファンの皆様に意気込みを言ってください。地元なので、しっかりいいレースして優勝を目指して頑張りたいと思います。応援お願いします。はい、期待しています。ありがとうございます。はい、優勝戦5号艇桜本選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。では今節の船足特徴などを教えてください。レース足が良くて、また感じとかがすごくいいと思います。はい、今節スタートとかはどうですか。3日目からはしっかりいけてるので、はい、大丈夫です。はい、優勝戦のコースはどうですか。そうですね、 5コースから行きたいなと思います。ピット離れとかは大丈夫そうですか。あ、そうですね、一節間通してどちらかというと部がいい方なので大丈夫だと思います。はい、じゃあ優勝戦までに作業は何を考えていますか。そうですね、もう少し良くしたいので、いろんなちょっと伸び寄りの形とかも考えながらやりたいと思います。伸びをつけたいってことですね。はい、はい、わかりました。では最後にファンの皆様に意気込みを体で表現してください。優勝できるように頑張るぞ。えいえいおー。はい、ありがとうございました。優勝戦6号艇遠藤選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それでは今節の船足特徴を教えてください。はい、バランスが取れて
中堅上位ぐらいですかね、はい、中堅上位ぐらいはある感じがしますか、はいはいはい、それではスタートはいかがですか。スタート今節は全然勘と合ってないので、うん、まあ、どこか合わせきれてないのかなと思います、はい、じゃあ行き足が悪い感じがしますか。そうですね、外れるとだいぶ悪いと思います、うん、はい、明日は6号艇になりますけど、はい、コースはどうですか。6コースから行きたいと思います。6コースから、はいはい、じゃあ明日優勝戦までに作業は何か考えてますか。大きくプロペラ調整したいなと思ってます。大きくですね、はい、はい、分かりました。それでは最後にファンの皆様に意気込みをお願いします、はい、6コースから優勝したことないので優勝できるように頑張ります、はい、見てください。ありがとうございます。